遠山影元、遠山影元は、江戸時代の旗本で、天保年間に、江戸北町奉行、大目付け、後に、南町奉行を務めた人物である。テレビドラマ、時代劇、演山の金さん及び、江戸を切るの主公のモデルとして知られる。陽名は道の神、通称は、ジップと同じ金四郎。官位は、十五位下左衛門の少位。住居は、 現在の東京都港区新橋4丁目にあった、地洋500国の明治東山市の分家の六代目に当たる人物である。父は長崎奉行を務めた東山影国、母は坂木原忠弘の娘。父、影国は長池から演算家に養子入りしたが、後に養父の実施経前が生まれたため、影国は経前を養子にしていた。 影本出生時には未だ経前の養子手続きをしていなかったため、影本の出生届はその手続きが終わった。誕生の翌年9月に提出された。文化6年、1809年、父の通称であった金四郎に改める。青年期はこうした複雑な家庭環境から家を出て町屋で放刀生活を送るが後に帰宅する。文化11年、 1814年には、堀田一敵、主前の娘で、当時100人組頭であった、堀田一友の妹系と結婚する。堀田一世守家は、治行4200国で、治行500国の演算家とは、釣り合いが取れないが、この時当主の影には、長崎奉行であり、堀田家は、影元の将来性を見込んだのだろうとされる。文政7年、1824年末に、 経前が亡くなったため、翌年の文政八年、1825年に、江戸幕府に出資、江戸城西丸の湘南土に勤務して、薬料三百票を支給され、当時生死だった徳川家吉の世話を務めた。4年後の文政十二年、1829年4月、影国の隠居に伴い家督を相続、治療地500国を相続する。天保三年。 1832年に、西丸湘南土峠取閣に就任、同時に、1五位した、大隅守に除任され、天保五年、1834年に、西丸湘南土東取に昇進、翌天保六年、1835年に、湘府新武行に転任、天保七年、1836年に官職を、左衛門の少位、左衛門の城に転じた。天保八年、 1837年に、作事奉行、天保9年、1838年に、環状奉行、九字方、天保11年、1840年には、北町奉行に就く。天保12年、1841年に始まった、天保の改革の実施にあたっては、12月に、町人たちを奉行所に呼び出して、文夫相応の贅沢と写紙の禁止を命令していて、 風俗取締りの待ちぶれを出したり、寄席の削減を一応実行しているなど、方針の一部に賛成していた。しかし、町人の生活と利益を脅かすような、極端な法令の実施には反対。南町奉行の矢部貞則と共に、老中、水野忠邦や目付の鳥居をと立する。天保十二年九月、影本は水野に伺い書きを提出しているが、 その内容は町人への写真を禁止していながら、武士には適用していないことを挙げ、町人に対しても細かな禁止ではなく、運相応の振る舞いをしてれば、それで良いとする禁止令の緩和を求めた。水野はこの伺い書きを十二大将軍になった、家吉に提出したが、影本の意見は採用せず贅沢取締りの法令を、影本に街中に出させた。同年に取りによる作望で、やべは、 過去の事件を蒸し返され、翌天保十三年、1842年に、悲免、海域となり伊勢桑ワナ藩で死亡。鳥居が公認の南町奉行になり、影本は一人で水野、鳥居と対立することになった。寄せの削減についても、水野と対立、当初影本は禁止項目に入っていた、同じお瑠璃を出している、寄席の営業停止を水野に伺ったが、水野は、 寄せの全面撤廃を主張、影本は芸人の失業と日雇い人の娯楽が消える恐れから反対、結果として水野の方針より大幅に緩和してではあるが、寄せは一部しか残らず、工業も教育物しか許されなかった。天保12年11月、水野が鳥居の震言を受けて芝居小屋を廃止しようとした際、影本はこれに反対して、 浅草る若町への小屋移転だけに止めた。この、影本の動きに感謝した関係者がしきりに、影本を称賛する意味で、炎山の金山ものを上演した。鳥居や水野との対立が、炎山イコール正義、鳥居イコール悪逆という構図を作り上げていった。ただし、鳥居はそれ以前から、江戸っ子からの評判は悪かった。他にも株仲間の解散例を街中に流さず、 将軍へのお目見え禁止処分を受けたり、とこみせ、現在の露店に相当するの取り払いを企てた、水野を牽制したり、人が石の方にも反対して、実質的に内容を緩和させるなど、ことごとく改革に抵抗する姿勢を保った。しかし、天保十四年、1843年2月24日、鳥居の策略によって、北町奉行を罷免され、大目付けになる。 A 点であり G は上がったが、当時は初代名への伝達役に過ぎなかったため、実質的に完食だった。在任中の12月29日に、文元朝改めを兼ね、翌天保15年、高下元年、1844年2月22日に、朝鮮施設来平御用取扱いを担当した。同年11月に、自社奉行、青山高材の家臣、岩井半兵に依頼した、かっ 婚意と移動が完成している。天保14年うる9月13日に、水野が改革の失敗により、悲鳴、鳥居は反対派に寝返って、地位を保ったが、翌高下元年6月21日に、水野が復帰、水野の報復で、鳥居が失脚し、水野の弟、後部義介が、公認の南町奉行となった。高化2年、1845年3月に、 後部も、水野の老中悲免の煽りを受ける形で、故障組番頭に移動、影本が南町奉行として帰り咲いた。同一人物が南北両方の町奉行を務めたのは極めて異例のことである。南町奉行在任中は、株仲間の最高に尽力、株仲間最高齢、床見せの存続を幕府に願い出て実現させた。影本就任前には、 よせも制限を撤廃され復活した。水野の後を受けて、政権の地位に座った安倍雅宏からも徴用され、海江四年1851年の社立編さんにも関わっている。海江五年1852年に隠居して、家督を着難の慶さんに譲ると、提発して菊本防止、三年後に六十三歳で死去。名は菊伝前。 金吾高位松日通る大古寺。母所は東京都豊島区巣鴨の本名寺。江戸時代は文京区本郷にあった。影元は青年期の宝刀時代に彫り物を入れていたと言われる。有名な桜吹雪である。しかしこれも諸説あり、右腕のみ、いや、左腕に花模様、桜の花びら一枚だけ全身くまなくと様々に伝えられる。また、 彫り物自体を疑問視する説や、通常、武家彫りするところを、バクト掘りにしていたという説もある。影元が彫り物をしていたことを確証する文献は、ないが、時代交渉家の稲垣文雄によれば、若年の頃狂気のとと交わり、その際いたずらをしたものであると推測される。続けて、稲垣のことによれば、武行時代しきりに袖を気にして、めくり上がるとすぐ下ろす癖があった。 武行として、入れ墨は論外なので、おそらく肘まであった彫り物を隠していたのではないかとい。ただ、これらはすべて伝聞によっており、今となっては、事実の判別はしがたい。また、影本は、長年地を患っており、馬での途上が非常に困難となり、幕府に対して、籠での途上の許可を申請し、受理された文書が残っている。影本の身分では、 籠での途上は許されていなかっため、疾病を理由に申請した。影本の死後、講談、歌舞伎で基本的な物語のパターンが完成し、神下達郎の時代小説、演山の金山シリーズなどで普及した。現在ではテレビドラマの影響を受けて、名舞業として世に認知され、大家忠介と人気を2分することもあるが、ドラマのような名裁きをした記録はほとんどない。 そもそも三権分立が確立していない時代、町奉行の仕事は江戸市内の行政、司法全般を網羅している。いわば東京都知事と警視総監と東京地方裁判所判事を兼務したような存在であり、現在でいうところの裁判官役を行うのは町奉行の役割の一部でしかない。最もこれは硬化にも言えることである。ただし、 当時から裁判上手だったという評判はあり、名裁判官のイメージのもとになったエピソードも存在する。天保12年8月18日の九慈上朝、歴代の徳川将軍が一代に一度は行った三武行の実際の裁判上乱において、影本は将軍、徳川家吉から裁判ぶりを激賞され、武行の模範とまで称えられた。影本が、 たびたび、水野や鳥居と対立しながらも、矢部のように罷免されなかったのは、この将軍からのお墨付きのおかげだと考えられる。影本の、こうした、脳裏中の脳裏としての名声は、時代が江戸から明治に移っても、旧幕臣をはじめとし、人々の記憶に残り、影本を主人公とした講談を生み、映画やテレビの時代劇へ継承される、大きな要因となったと言えよう。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。